私の名前はマイ。これは私が大学生の時にクズを成敗した体験談です。当時私は映画制作サークルの先輩コウスケと付き合っていました。そんなある日のこと、私はサークルメンバーからとんでもないことを聞いたのです。それは先輩が浮気しているというものでした。驚いた私は直接尋ねようと先輩に連絡しました。先輩、ちょっと聞きたいことがあるんですけど。何？実はサークルの人から先輩が浮気してるって聞いて。本当なんですか？お前、俺を疑ってんの？その人、おとといホテルから先輩と女の人が出てくるのを見たらしいんです。どういうことですか？その日は研究室にいたって言ってましたよね。うるせえな、浮気ぐらいで文句言うなよ。え？はいはい、浮気していて5人の女と遊んでます。それの何が悪いんだよ。そんな、私以外に5人もだなんて。お前、自分が本命だと思ってたわけ？冗談だろ、お前みたいなブスでクソ真面目な女。ひどい。わかるよ、もう俺に連絡してくるな。待ってください、貸したお金返してください。何のことだ？とぼけないでください。先輩にお金貸してましたよね。まさか踏み倒すつもりですか？覚えてねえよ。ひどい、浮気した挙句お金も返さないなんて。証拠でもあるのか？借用書でも出してみろよ。もう連絡してくるなよ。私はひどい形で振られました。浮気され、お金も返してもらえない。気分はどん底でした。絶対に許せない、そう思い、私は先輩に復讐してやることにしました。それから数週間後、先輩から携帯に連絡がありました。おい、どういうことだよ。何のことですか？女とホテルから出てきたら、いきなり女たちに囲まれてビデオ撮影されたんだぞ。何なんだあれは？作品作りですよ。クズを追い詰めるノンフィクションものを撮影して動画投稿サイトにアップしたんです。クズオって俺のことか？誰がこんなこと考えたんだ？私ですけど。な、先輩って私の他にもたくさんの女の子たちを騙してたんですね。その子たちに協力してほしいって頼んだら喜んで協力してくれましたよ。まさかそいつらと組んで俺を取ったのか？先輩を尾行してどんな風に女性たちをたぶらかしていたのか密着していました。映画制作サークルに入っててほんとよかった。お前ら俺の後をつけてたのか？結構先輩ひどいこと言ってましたね。浮気はスリルがあって最高、気取った女を騙してやるのが快感、ブス女の存在価値はない、ほんと見事なクズっぷりですね。俺を尾行して盗撮した挙句サイトにあげるなんて。作品名は劇殺イケメン彼氏の裏の顔、女性たちを食い物にする驚きの手口とは、なんてどうですか？おい、人の話を聞けよ。大丈夫ですよ、ちゃんと顔をぼかして声も変えてますから。そういう問題じゃねえよ。報復のために動画を上げたんですけど評判がいいらしいんですよね。視聴率がいいとやっぱり嬉しいです。人を貢献にしやがって、これは名誉毀損だ、訴えてやる。どうぞ、その前に私が先輩を警察に通報しますからね。どういうことだよ。先輩に貸したお金が返ってきてないからですよ。これって詐欺ですよね。アホだな、証拠がないだろうが。証拠ならありますよ。なんだと？先輩にお金を貸した日とか時間、金額なんかをメモに残してるんです。私クソ真面目ですからね。そんなの証拠になるわけないだろ。確かにこれだけだと証拠不十分です。ですが証拠ならまだあります。先輩、お金を貸すやり取りはアプリでやりましたよね。それがどうしたんだよ。その時のやり取り私保存してるんです。これって詐欺罪として立証する証拠になるんですよ。この証拠を警察に届けることにします。待て、そんなことしたら俺の将来に響くだろ。知ったこっちゃありません。これから警察に行きますね。やめてくれ、警察だけは勘弁してくれ。なあ、頼むよ、お願いだ。私は警察に被害を届け出て、先輩は逮捕されました。すぐに釈放されたものの、そのまま大学には来なくなりました。警察に捕まったことも一因ですが、
私たちが作った映画のクズ男が先輩のことだと特定されて SNS が炎上したみたいです。編集はきちんと行っていたのですが、同じ大学の人たちには誰なのかが分かったようですね。私はというと、一緒に作品を作った女の子たちと仲良くなり、楽しく大学生活を過ごしました。ちょっと過激だったかもしれませんが、私の体験談でした。